どうも、ピュアキングです。今日はこのコースやっていきます。マーム、This is a Remy's。お嬢さん、これはレミーですよ。まあ私、お嬢さんじゃなくて、おっさんなんですけどね。はははははは。誰がおっさんじゃん。情緒不安定。ごめんね、開始早々ちょっと不安定で、まあいつものことか。で、このコースはですね、サムネから何もわかんないんですけど、トロールコースですね。この3グッド5ユーさんって方が作るコースだから間違いないと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 そんで最近寒くなってきてさ、めっちゃ手がかじかばない。まあ、そのせいでプレイが悪くなったとしても言い訳にできると思うんですよ。だって手が動かないんだもん。まあそうやって先手を打っときます。お前何やってくれちゃってんだよ、あのハテナブロックさん。これ右に行けないんじゃないの。くっそ。いや、左の30コインは何なんだろうな。なんもないかい。解約派だ。あのハテナブロックが来るより早く先に行っちゃえばいいと思いますよ。このハテナはワンナップかい。わーここで一旦ジャンプするふりをする。そしたらパックンが上がる。やめろやめろ、来るな来るな、ハテナブロック邪魔なんてしてくれるなよ。じゃあ右上に行ってみるとオンオフは変わらない。じゃあ四角の枠を叩いた瞬間右に逃げようか。バネ、ちょ待て待て待て、鼻くそー。鼻くそなんていう言葉は汚いからやめなさい。食事中の方もいるかもしんないからさ。じゃあここは叩いた瞬間右上に行けんちゅうことね。このハテナブロッカーなんだろうな。一旦ツタに捕まっておいて叩いてみる。メットがヌメット出てきたらダメット。なら隠しブロックを叩いた瞬間すぐ右の土管の方に行こうか。このまんま下にも行きたい気持ちはあるけど、やめておいた方がいい。大体やられるパターンだ。このカノンの甲羅は一旦蹴る。いや、蹴らないで右のこのパワーブロックをヒップドロップしなきゃいけないよな。飛びせかけて蹴るのが正解なんでねえの。成敗されたとこだろ。もう分かったもんねーと。ここでカルのコーラを吐いてそのまま右に行けばいいんだ。ちょっとそっちじゃねえって。右は右だけどそっちじゃねえって。デコパンチやめなさい。落ち着いていこう。ここはカルのコーラを吐いたらダッシュしなくてもいいのさ。ここから歩いていこうか。そしたら下からくぐり抜けれないよ。なんで、走ったら大丈夫だって。でここでヒップドロップをしてブラパよ。行けよほら。俺が行っちまったか。なんじゃそりゃ。こういうパワーブロックがあるところって下に行かないように足場があるところでヒップドロップした方がいいっていうのは分かってるんだけど、ついつい忘れちゃってしまうんだよな。でこのバネすごく怪しい。じゃあ乗ってみる。足場があるから行けないのね。でこのバックへ踏んでみようか。踏んだ瞬間左に逃げる。そしてここはヒップドロップで突き抜けていく。いや、これは左から。ガチャガチャしてんじゃねー。あー、なるほどね。ここは当たって無敵時間のまま行けっていうことなんじゃない。あ、絶対そうだよな、絶対そうだよな。なんか今日はみっともないような罠に引っかかりまくってるやつ。なんだいこれは。どうすればいいんだよ。このままジャンプしたい気持ちもあるけど、おいやお前らそんなに振ってきたら絶対無理いけねえじゃんか。いや、こいつが救世主の可能性がある。なんなんだこれは。ゴインか、こっちはなんだ。ゴインか、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 食っちまった。ごめんね、ちょっと最初から映す形になると思うけど、僕のしょうもない話を聞いてってください。最近ね、とある方と話してて、ピオキングさんって黒歴史とかないでしょって言われたんですよ。いや、さすがに僕もね、黒歴史ぐらいたくさんあるよって思ってて、まあ一枚が何なのかって思って考えた結果、僕の最初の動画ら辺にあるさ、オープニングで割り箸は鉄で割るとか、とかね、そっから入る動画がある。何やってんだ。まあその他にもね、いろいろあるんだけど、でかいメットがあるじゃん。そのでかいメットがマリオに高速に向かってくる時がなんかに、僕が多分このショウちゃんでその罠を回避したかなんかかな。それでこの技はチョメットジャンパーと名付けますって割とガチめで。恥ずかしいなと思って。じゃあ今回タイミングよくジャンプ。バレー。探せば黒歴史なんていくらでもありますよ。それこそピカチュウのモノマネをガチでやった時とかね。ちょっともう一回やってみていいかな。ピカピカ。ダメだ。僕はもう何もやんない方がいいかもしれない。じゃあここは隠しブロックがないからジャンプ。おかしいだろそれは。え、右側何もないよな。バグが来ちゃったよここで。じゃあ一旦バネに乗ってそのまま上に行っちゃえばいいんじゃない。でこっから右ダッシュ。オッケーオッケー。そしてあの土管に入ればいいのかな。一旦このブロック叩いてみようか。ゴイン。フラワーが出ましたけど、このフラワー取れるのかい。いや絶対あのフラワーいるパターンだろ。ほらほら。いや、
これ上からいけるんじゃないギリギリねえこっからじゃん。あ中間遅れ音楽の教科書に載ってそうな翼なんていらないから僕に中間遅れさあここでフラワーを通ってさっきの場所に行けばいいでしょうねいや罠が何か変わってるかもしんないでポッキーってなんだろうなこの3個の意味かなあ鍵手に入れたよ鍵を手に入れてここでハテナブロックは特に何もないポッキーの後はノッキーノッキーってなんだろうなこっちは入れないで、ね、あの扉の方に行けばいいっていうことかい右の中間ポイントは取れないのかいここは鍵を手に入れてしまってるから僕はドアに入るしかないっていうことかいっていうことはあのポッキーを倒したらいけなかったんじゃないしょうもねえのを作んだだからここは突っ込んでいけばよかったんだそしてここでリンクを取りますで爆弾で破壊していいのかな爆弾で破壊していや見えねえってこのまま右進んじゃっていいのみんなんで見えなかったらなんでとかそんな感じになっちゃうってじゃあここはもうみんな禁止感のままでやったさっちゃんと鍵入っていこうまあまあ行こう行こうすぐ合理しちゃおうか、うん、先に進めないよ右にも行けないじゃあ左に戻るしかないとかなるほどチビになってこいっていうことだねオッケーオッケーじゃあここで当たれもしないよ、うん、どうするのいねえ誰か教えてよここは鍵を持ってるからまた鍵ドアに入るしかないのかなどうやってここチビになればよかったのかな一旦握ってみようかそしたらまた何か変わるかもしんない悪あがきはよせとかそんなこと言わないで言わないでじゃあ一旦左行って長いんだよさっさやり直せごめんねここちょっとマジで集中するわここで中間を取らない下から行こうかそしてこの土管に入れば何が変わるっていう感じだと思うんだけどやっぱ中間取ったらいけないの別のルートから中間取るとか意味わからんでここでさオープンがあるってことはこの中間を取らせようとしてるってことだもんなだから中間を取ったらいけないコースなんじゃないうわ変なコース引いちまったなじゃあここはフラワー様が出てるそれを行けフラワー様早くねなんか中間みたいにさいつもあるものがないとすごくありがたみを感じるようなめちゃめちゃきついんだけど精神的にじゃあここは左ダッシュしていこうか左ダッシュしてフラワー様が出てくるのを待っておくか待ってる今回出てこんくらいかあれフラワー様はえこのフラワー様取れるかないや取れないああなるほどねここのブロックを叩けばフラワー様押してくるのかじゃあ一旦このまま行ってみようか本当にフラワーがいるのかどうかいるのかな。なんかいらないような気がしてきたな。臭すぎや。まあこれでフラワーがいるかいらないか分かると思いますよ。このブロックを叩いた瞬間左にダッシュ。そしてフラワーが取れなかったらいらないっていうことみたいですね。で今さ右上の方がすごく見にくい逆光でほぼ見えないレベルまで来てる。今マリオがいるところがあるじゃんマジで見えないんだよなだからみんなも同じ気持ちを味わうためにスマホの画面の右上の方を懐中電灯かなんかで照らせてまず靴をしっかり避けますこの辺まで来ないだろう靴よお前をしっかりと踏んでこっからヒップドロップすればいいのかなヒップドロップしてこのまま左のブロック開かないかえじゃあこれをヒップドロップしろってことブラパの上でジャンプしますで砲台が出てきたでこっからヒップドロップすればメットが取れるっちゅうことなんてねえのオッケーオッケーで僕思ってることがあるんだよねさっきの中間ポイント1があるじゃんあれ中間ポイント2になるんじゃねえかなみたいなだからそんな予感がしてならないんだよなで右はメットは持ってくるよって書いてる嘘だろ嘘言ってくれそれは騙しだろメットロールだろいや僕はね、もう何でもいいから、とりあえず、中したい。いや、今のもう、突っ込まないわ。何でもいいから、とりあえず中間ポイントが欲しいわけですよ。ここまで来るのに、どんだけ大変かわかる？結構長いんだよ。さあ、ここで解けそう。なんでお前がいいんだよ！え、おかしいおかしい。ここさ、メットかぶらなかった今。なんかメット、やっぱ出てきたよな！それは卑怯だぞ！わかるわけない。こんなところにメットが現れるなんてさ、時間差で現れるんかな？それとも近くまで行けば出てきますよみたいな感じ？ああ、出てきた出てきた。だからこのメットを蹴って、トゲメットをかぶる。で、この上に行けばいいのか？うわ、この上は？閉じ込めよう作戦か。僕はじゃあ閉じ込められない作戦で行くぜ。ここでジャンプ。これどう？来た！来た壊しておこうか。
これオンオフは変えなきゃいけないの。まあ、オンオフは変わらない。このロープは何もないで、ね、じゃあ僕はこれ降りた瞬間右ダッシュするよ。右ダッシュでいい。あーやー、しゃがんで左を進化しようか。これで頼み行ってくれ。よし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 。で、え、下どっちこれ。いやもう上に行こうか。で、うわー、で、いやこれはもう下しか行けないんじゃない。ねえ上行けそうにないもんな。だからこっち合ってる。キモい声出すなって。いやマジでそろそろ中間あってくれてもいいと思うよ。お金すら払えるね。100円ちょうだいみたいな。いやこれ取れる。よっしゃやっと中間じゃん。待ちわびたぜ。ピンコイン何個。いや見えねえな右上逆光で1個これ落ちてっていいのかな。ここからピンコイン開始っていう感じでもないな。なんかピンコインたくさん取らせてくれたね。残り何枚か分かんねえけど。ちょ待て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 、オートスクロールやめなさい。え、これ右行っちゃっていいの。いやダメだよな。まあ一旦こっかな。上は行けないか。ってことはこっちに行くことは間違ってないと思うんだけど。あ、なんか今度こっち側に来れるようになってる。で、あの中間の取れっていう感じかな。中間取ります。で、こっからなんか変わってんじゃない。右に行けますみたいな。うわやっぱりやっぱり。そしてここの中間戻ってきて鍵ゲット。よっしゃよっしゃ、これでゴール。いや絶対下ゴールなんじゃないやろつだ。さあゴールよ、さしてくれ。うわー、もうゴールと思った。これ捕まってるとゴールと思っちゃったって。さあゴール。このブロックを叩いて左。いや次か、次叩いて左か。この先はこの先叩いて左。あれなんで今度は魚が出てこないの。まあいいや、魚が出てこないのはラッキーラッキー。この上には行けない。さあ他に入っていこう。こっか、あまだまだゴールなさそうだな。ねえよ、まだ先があると分かった時点で僕はもう逃げたいで。ミサトさん、たまには逃げていいんだシンジ君。このコースをクリアしなくて逃げていいんだシンジ君。この50コインは信用しているか。 I love you アスカ。僕は行かないよ。あ、アスカ、おー大変です。初号機暴走モード入りました。いやー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 いやぎだって。ならどうすりゃよかったの。ここは音符に乗った瞬間左にダッシュしてみようか。これでオッケーオッケー。でこのキノコを取って上のブロックを壊せと、そういうことみたいですね。さあ行きましょう。で上のハテナは叩いていいのかい。叩かないとまた何か言われるかもしれない。視聴者さんからそんなビクビクしてる僕は叩きますよと。こっちはなんだい。いきやぶか。これで満足したかい。ハテナブロックは気になるみんなよ。さあこのハテナはやっとやっとっていくよ。オッケーオッケー、ナイス反応速度。そしてこっから上に行く。いや僕読めたね。あんたがゴール。やっぱりそうだと思った。でこっから左に、左じゃね、右に戻ればいいと。中間ポイント戻しだけはやめてくれよ。あ、上に行けるね。こっから左に戻ります。こっから中間ポイントに戻すとかそんな感じなんかな。スタスタが出てきて、あのドアの方に行けと。いいじゃねえか、ちょっとちょっと、何が待ってるんだい。僕は何が待っててもその現実を受け入れるぜ。さあこっからだよな。左、うわ右上、いや左しかないよな。こっちこっち。いやちょっと待って、こっちは中間ポイントなんじゃない。いや待って、いやあの鍵扉の先も何かが変わってゴールができるっていうパターンかもしんねえ。ちょっと行ってみようか。さあどうなる。あ、やられない。ほらほらほら、あー右のゴール、これゴールじゃないのか。このまんま僕は押し潰されるだけなのか。だろ、オートスクロール、止まってくれ、止まれ、止まれ。さあ皆様戻ってきましたよ、この鍵扉に。ここで上を進化したらツタに捕まっておける。え、今なんか別の場所行かなかった。誰か助けて。じゃあ下に降りた瞬間一瞬だけ上を進化してみようか。あ、なんか左に行ったけど土管にある。やった来た、これでゴールができるんじゃない。頼む、ゴールをさせてくれ。いや掴める、これ
掴める、そのまま右に行けるよな。オッケーオッケー、この30コインを取ったら塞がれるとかそういうことはないのかい。ゴールがマイル、じゃあゴールだ、いける、やったクロはさすがになってクロへ特大おだらか息ブワー、よっしゃいや今回のトロールコースめちゃめちゃ凝ってたね。まあその分相当難しかったけどすごく楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあツルコースはクロコース、ウェルカムトゥーザフラワーキングダムということで、フラワー王国へようこそということですかね。でこのコースはですね、説明文に書いてある通りスーパーマリオブラザーズワンダーのワールド1の1を再現したコースらしいんですよ。いやこれすごくない？マリオメーカーでワンダーの1の1を再現するってどこまで再現できんだろうなと思って、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 46.25% で、これをする前にさっきワンダーの1の1をくまなくチェックしてきたね。どんだけ再現されてるか見たいじゃん。だからこの動画はね、ワンダー1の1との比較動画になっていくかもしんないけど、めちゃめちゃ厳しいからね。僕はさっき相当やったから大体わかってるよ。でワンダーの最初のフラワーをイメージしてんのかな、これは。あ、そうだそうだ、最初撮ったらこんな感じでブロックが出現されてたな。でこのクリボーは寝てるクリボーをイメージしてるっぽいよ。でこんなとこバネあったっけいや絶対なかったような気がするんだけど、ま、これは何だろう。いや僕も全部覚えきれてないところはあるけど、でこれ最初ゾウさんが取れた場所、まあ、マリオメーカー2だったらゾウさんはないから、まあ、これが限界なんでしょうきっと。でヒップドロップね、あ壊せないわこれね。ワンダーでも上から壊せないようになってるんだよね。右からもしくは左からゾウの鼻じゃないと取れないようになってるみたいな。いやこれが一番すごいかもしれないこの噴水すごい、こんな感じで再現するんだな、マリオメーカー2だったら。これさ、中間ポイントとかそんなところも一緒なんかな。一緒だったらすごくない？中間ポイント取って、そうそうそう、ここはーいとかわーいとか確かそんなこと言う花がいたような気がする。あ、入れるんだ。え、入れてさっきの場所に出てくるみたいな、そんな感じかな。一旦このまま行ってみようか。ここはどこを再現してるんだろう。え、わかんねえな。まあ、ここはボーナスステージ、まあ、おまけステージみたいな感じだから、やっぱここに出るようになってる。いやすごいね。でこの先に確かワンダーフラワーが取れるところがあったんだよね。まあ、それはさすがにないか。でもワンダーフラワー取った後の世界をイメージしてるっぽいよ。でこのまま右に行きます。あ、こんなあったあった。え、スターとかあった？スターはね、ごめん把握してなかった。で多分ねこれでゴールっていう感じ。いやすげえなこのコース、めちゃめちゃ再現度高いね。まあ、マリオメーカー2でできることで限界があると思うんですよ。それでも最大限に似せて作ったコースでしょうね。いや思った以上に再現されててびっくりしましたね。またこんな面白いコースがあったらやっていきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。